ます。タイミング、タイミングが分かんないじゃん。お返し早くね。早いから面白い。そうだね、お茶です。すげえ、メンバー全員に来たのなんか。せっかくだから。この歌テキーラガールズ。テキーラガールズ。新しいシステムね。また台湾クエがこう来るのかもしれない。じゃあ、皆さん、メンブル配信ようこそいらっしゃいました。乾杯。おいしい。うわー、効く。効きますね。ありがとう。ごちそうさまです。効くね。大丈夫かな。たまにクラブ系のイベントで、振る舞いテキーラあるじゃないですか。めちゃくちゃ好きなんです、俺。ね、ショットガンってあるじゃん。一緒。ショットグラスにテキーラ入れて、ジンジャーエールとか炭酸入れて、ガンってやって、はい、泡がこぼれる前にこう、はいはい、飲み干さなきゃいけないやつを、そこにいるね、しのぶさんとライブ終わった後に、ちょっと、一回やろうかって、バンって、いや、いいねで、そこから打ち上げ開始しようと思ったら、何やってるんですかって、こう、誰かが来て、いや、ショットガンっていうのがあってね、しょうがないな、じゃあ一緒にやるかって、今度また2周目始まって、それを、その輪がだんだん広がってきて、そのたんび俺たちはずっとショットガンをやり続けて、みんな入れ替わってるのに、俺たちだけ2人いて、そう、みんな入れ替わってるんだよな。俺仙台、まあ、地元のインターナショナルバーっていうの、外国人の、うん、基本ロシア系とかウクライナの女性が、エロい店じゃなくてね、単純にその、うん、まあ、なんだ、スナックっていうのかけ、うん、ああいう感じの店で、うん、営業したんですよ、演奏の。おいおい、でみんなそういう女子がいるから、うん、集まる男性たちは、うん、基本ウォッカじゃないですか。で、ね、ウォッカボム、まあ、同じですよ、ウォッカボム、どうぞ一杯飲んでが全部ウォッカボムなの。きついよな。全部仕事終わるまでで10発ぐらいくれた。そうだからやりましたけど、僕らもそんぐらいやってで、遠くの方からトトが流れてて、あ、いいね、トトかっこいいねと思って、ふっと目覚めたらトイレだったんです。やっぱ俺トイレで寝ちゃったと思って、で戻ってったらもう朝まで電車出るまで飲んでていいよって言われて、そのそこにいた全員がみんなから、まあ、そういうシステムですよ。そうそう、今日は分かんないけどね。曲のたんびにこれ出たら大変だよ、ね、でも出てきたお酒はね、酒は無駄にしちゃいけませんからね。もうね、そうでしょ。なんすか、おかわりですか。もうちょっとしてからにしてください。タイミングっていうのがあるの。じゃあその仕上がる前にいい歌をね。みんな夢はありますか。ないですか。そうですか。いくつになっても夢はあるじゃない。ね、失敗もしちゃいます。だけど自分が持ってる灯火、魂の灯火は消さないでくれっていう、お金じゃ買えない夢をゲットしようじゃない。ありったけのコイン。
斉藤亮、オンドラムス山本隆人、ベースボーカル藤健です。鼻歌を歌ってるんですけど、ね、メンバーの中に女性が6人いるはずなのに今日1人いないんです。そのメンバーの今日いない1人っていうののパートがカメラって書いてある。何？
リハーサルで、ね、あの皆さんいらっしゃる前に我々先に来て、もうお店の皆さん巻き込んでカメラって何って話を20分ぐらいしたんです。そしたらカメラは来れないって言うから、山ちゃんと亮君がじゃあカメラ代わりなんかやりましょうか、トラでやるよ、何するか知らないけどやるよとか。そうでもなんかすげえきっちり注文とかしたらやばいじゃない、譜面とかあったりとかね。ソロとか増えたらどうしようか。そうそうそう、カメラそうね。でも二人さん、あのカメラモニター返してくださいって言うと二人がかりで、あのリードカメラサイドカメラにしようかいじらないでくださいそれやった時多分ね、僕らのハードルめっちゃ上がってるからさ、カメラが、ね、あの旦那さんがもし次機会があって、はい、アウトするじゃないですか、はい、僕多分年齢とか分かんないですけど、はい、会った瞬間にお前さって多分言う気がする、なんでお前来ないんだよって言う気がするいきなりタメ口、そうそう、多分ね、あのおはようございますもよろしくお願いしますもお前さ、お前なんで来ないんだで、ひとしきり終わった時に言うなる気がする。そうだよね、うん、でもね、ご夫婦でバンドをやって仲良しだね、みんなね、いいっすね。あ、黙ってるけど仲良くない。おすすめですよ、離婚防止に。離婚防止、うん、バンドやりたいから我慢しるもん。え離婚したいのかみんなそうよ、そうよ俺はもう見事に離婚したよ離婚防止になります、ね、まあ仲良しはほっといて、あの仲間のふりしてるやつは大嫌いだって歌う曲仲間ごっこっていう曲、あyou
仲間ごっこでございました。大嫌いそういうやつ。次の曲は久しぶりすげえ今だと。あ、褒められてるぞ俺たち。褒められてる。あのね、いい演奏を聴きたけバンドマンを褒めること。いっぱいいっぱい褒めてくれたら、あの俺たち空飛べる。褒めてる。そうそう褒めてる。君がいなくなっちゃって寂しい。
かっこいい褒めて伸びるタイプなんですか。そう、ここのみんな褒められると伸びるから。女性からの声でありがとうございます。若くてかっこいい女性からの褒めの言葉が 1.5 倍増しで、旦那横にいます、いる気がする。恐縮です。黄色い声じゃなくて茶色い声ですよ。大丈夫、茶色い声。そういうこと言うから喧嘩するんだよ。ごもっとも。今日も終演を YouTube 配信していただいて、ああいいね、あの修羅場になって違うね。まあそれぞれ言いたいこと言い合ってさ、なんかうまいことやってよ。仲間ごっこはダメだよね。仲間ごっこダメ。夫婦ごっこもダメだよ。じゃあ、そうだ、あのいつもアコギ一本でやってる曲をバンドでアレンジしたので聴いていただきたいです。で、皆様にお仕事が与えられます。テキラですか？いいんですか？僕が大切なものかって言ったら大切なものかって言ってください。大好きな人がって言ったら大好きな人がって言ってください。あとはもう一個、そんなって言ったらそんなって言えばなんかね、いい感じになるから。練習する？仕事量多いっすね。2つぐらいしてください。忘れちゃうもん。2個も3個も変わんねえって。練習、はい。大切なものが、大切なものが、そう、いいね。大好きな人が、大好きな人が、そんな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 気持ち、そんなやつです。あ、バッチリじゃないですか。大切なものが、大切なものが、剥がれ落ちてきそうな、大好きな人が、待ってみたけど
初めてかもしれない。どうなってるか知らねえよ。ちょっと待って。この前大丈夫だね。こうさ、ぐっと飲んで酔っ払ってきたけど、ちゃんとしたい時にこう、うんってビール出して誰かに移すことができたらいいんだけど。なんで大丈夫かというと、これ一杯なんですよ。2杯じゃない。そうなんだ。これもさ、でかいですよ、これ。あのね、3杯まで、3杯まで。それ超えると多分わけわかんなくなる。それ振りっすよね。あ、もう振りと捉えるのもやるし、何でも、何でもいい。すいませーん。はい。じゃあ、最近やり始めた新曲を。ちゃんと甘いには、もうしょうがない。それ飛び越えて、生きてこうじゃないか。聞いてください、ライン。
酒で喉が渇いてる。ああ、じゃあハッピーバースデー。あ、似合う人だ。いや、2杯渡して2杯渡してりょうさんに。りょうさんはりょうさん2杯いっちゃって。言ったらばなやろ。そういうパターン。ハッピーバースデートゥーユー。誰の誕生日わかんないけど。持ってるからさ、持ってるから。あ、じゃあお前も飲めよ。持ってるから。俺歌ちゃんと歌えんのかな。あのお水あ優しい優しいほいやいやそれはたっぷりできるやつやこれもできるやつやあれね水うめえ。あの友達に俺中学校の頃にどっかのお酒じゃないけどラーメン屋の酢あるじゃん。ああ、あるね。あれを酢が嫌いってやつに飲み方俺酢飲むんで普通にガーッと飲めるの。あの空気入れちゃうと飲めるから一気に行けばいいんだよって教えた時に大丈夫だよ横に水置くからって言った水が酢なんですよ。そう今はまないでた。それ色違うからわかるだろ。薄め色っぽく水っぽく。うん、その時のそいつが本当にお前ら殺すって目をしてるんですこっちを。嫌いだからそもそも酢嫌いだから酢飲んでブカッとなって水水っつってまたうわっそう多分あいつは生まれて初めて殺意っていうのをね目をしてたのを今ちょっと思い出しました。ただこれはもうお水おいしいお水うん
なんかね、美味しいお水とお酒をごちそうになりまして、ありがとうございます。じゃあ、お返しに愛の歌って曲をプレゼントいたします。ちょっと、Oh,
斉藤涼君。かっこいい。かっこいい。好き。あの愛の歌。好きって言われた。あ、不倫する？なんでもない。愛の歌。俺の歌台無しじゃないですか。じゃあトライステップスラスト2曲、じゃあ大人の対応をよろしくお願いします。その前に俺汗拭いていい？相変わらず汗かきで、ね、
熱い演奏してます。で今日はね、先輩なんて大ピンチャーで、ね、フリケンコンベThank you.
さまでした。またメンバー紹介させてくださいね。あ、ギター斉藤優。いいね、いいね。ずるいな。持ってねえけど。ねえけど持ってけど。じゃあ、最後1曲だけやらせてください。その前に、みんなで乾杯しましょう。今日はみんなありがとう。乾杯。じゃあ、あれやりますか。せっかくなんで、ちょっと代表して。代表して。ヤンキーみたい。こいつヤンキーだ。やめてんな、これもそういうこれ宮城のヤンキーだよ。こっちの個人情報やめて。怖いです、怖そう、怖そう。和久江町のヤンキー。和久江町のヤンキー。もう返しよ。よし。楽しかった。ちょっとあのね、お店の、あの、
ほら、あの例のあれ。あ、そうか、そうか。そう、あのね、ちょっとお店で、メープルさんで組んでいただいてるセッションでですね、今店長がいる横の、後ろの店長が左指を出すと、ポスターがあるんですけど、TKOS って言ってね、ここはもう僕と藤木さんはいるんですけど、セッションでね、当日持ち寄りで、谷久正和さん、ドラムセットにね、パーカッションを組み込んで、ドラマーなのに、パーカッションも叩く人がいて、だって別々にやると思うでしょ、ドラム叩きながらパーカッション叩くの。で、歌うの。そう。ね、変態。そう。その変態と、あと小野愛香ちゃんって、僕のちょっと先輩ぐらいの世代では、こう、ね、ブルースとかすごくされて、女性ブルース系の界隈のことが多いギタリストなんですが、我々の時はね、そう、ちょっとはあるけど、ブルースやんなかったりする。歌謡曲やったり、パートロックみたいなのやったり、そんな、ちょっと特別なセッションになってます、ね。そう、今度5月にやるんで、もう3回やってんすけどね、客少ないですよ。そう。メンバーより客の方が少ない。そうそう。だから、お願いだから来てください。そう、5月の31日、はい、土平日なんですけどね、はい、面白いから遊びに来て、めちゃくちゃ面白いと思います。それ5月だった、うん、6月山ちゃんも大丈夫、なんかこう言っときたい、あれは山ちゃん何気にこうプロデュースとか、ね、裏方の仕事もしてるんで、なんかこれ告知の、はい、告知っすか。あでも辻健さんとはですね、毎月第1日曜日に武蔵小金井のローズイノーツというお店でブルースセッションをやらせていただいております、はい。非常にいつも、ね、盛り上がって楽しくセッションしてまして、ただ一つ最近ドラマーさんが来て僕がずっと叩いてるっていうことが結構多いよ、ね、あるので、これドラムで言っていいかな。あ、ぜひぜひ。土曜日してます。第1日曜日、楽屋のオープンマイクも出れないぐらい被るんですよ。なぜか、もしブルースとかね、ちょっと興味があったりとかして、なおかつドラム叩きたいなっていうお知り合いとかいたら、ぜひぜひ誘っていただいて。ブルース知らなくても大丈夫です。はい、あ、そうです。全然ね、間口が広い。アットホームのセッションなので。ブルースセッションなのに、最後ブルーススプリングシティの曲で終わったりして。ブルースはつけばいいわ。じゃあアイアンメイでもいいの？アイアンメイ。そう。俺はどうだろうね。まあ、もちろんね、他のパートさんもね、大歓迎ですので、もしよろしければそちらの方遊びに来ていただけると嬉しいですね。譜面持ってきてくれたら僕らが対応しますみたいな。あと、後ろにね、防災線箱もね、設置されて、うん、ね、あそこに入れるとね、いいことがあるはずなんですよ。うん、ここのお店にとって。そう、本当にマジで、本当にマジで。じゃあ、最後まで、ありがとうございました。曲だけ歌います。せっかくコロナがさ、微妙に明けてきてるから、ちゃんと手と手をつないで通じ合いましょう。最後の曲です。聴いてください。手と手を、君
ました。テキーラ4杯。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆さんありがとうございました。ごちそうさまでした。テキーラ好きなんだよ。これがバンドか。生地も入るね。